ジュエリーで人生を変える2回目です。今日は千秋さんのバッグの中身を見たいっていう質問があったので、はい、じゃあ今日はちょっとあの洋服もバッグもちょっとピクニック気分でやってきました。じゃあまずこのバッグはナンタケットバスケットって言いまして、全員これ手作りのねバスケットなんですけども、私ねここ全部ねこのウッド系だったらねちょっと可愛くなりすぎちゃうので、私はいつも必ずどこかに可愛いものにクールな部分を取り入れるっていうのが、あのいつも私がちょっといろんなものをセレクトするときに、一つのこだわりとして持ってます。とっても可愛いんですよ。で意外と中にたくさん入るようになってます。じゃあ行きます。中身ね、じゃーん、こんな感じで入ってます。とまずですね、何から出していくの？これはちょっと最近さすがに私も携帯見るとき小さな文字とかが見にくかったりとか、あとあのブルーライトのちょっとこれ防止する感じの機能があるねメガネなんですけども、これねなんかねネットで娘が買ってくれて、もうね3回4回ぐらいなくしちゃってて、確かね、うん、一緒に捨ててる、ね、そう、あんまり4回目の子やと思う。4回目です、よろしく、よろしくで、メガネケースは去年娘からお誕生日プレゼントでいただいたものです。ちょっとブランド名はまた出しててください。はい、あとは今日はちょっと小ぶりなバッグだったので三つ折りのちょっとコンパクトなサイズです。これは私の大好きなマルジェラで、まあ、ちょっとね小ぶりでいいんだけど、どうしてもお札がね折れちゃうのがちょっとこう難点で仕方ないんだけどね。診察入れるのはいつもねこれ迷っちゃうね。診察入れたらいつも曲がっちゃうしなとかって思いながらも、でもこのね中もこんな感じで小ぶりに小さなバッグの時に愛用してます。で、あ、これはお友達からプレゼントしてもらった手作りのでね、エルメスのねリボンに千秋の C がアルファベットがちょっとここに飾ってます。これは除菌のアルコール除菌っていうんで、そんなにね私頻繁にあまり使う方じゃないです。このパパパンパンいらないよね。これでもかわいい。かわいいですね。かわいい。ありがとうございます。また力のプレートです。あとはこれはハンカチですね。それね。で、化粧ポーチ。このポーチも結構長く愛用しているポーチで、中身はかなり私はシンプルなんですけど、まずこれはシャネルのちょっともうかなり使っちゃって、今度のお誕生日に合わせてもう9月に買おうかな、買い替えようかなと思ったシャネルのアイシャドウに、で、あとアイブロウ、資生堂さんのでベストセラーで、もうね多分これ自体は発売されてないかもしれないんですけど、ひたすらこの芯だけをね取り替えてもう長く愛用してる。色も形もとてもおしゃれだし、でまた結構描きやすいんですね。もうこれはもうすごい大切なものですね。で、あとはアイラインはそんなに深く太くは入れてませんけど、シャネルのアイラインでブラウンかな、これは、うん、アイラインです。で、目尻にちょっと入れるだけ。あとは私あんまり口紅はほぼ前からでもほとんど口紅色付けてしなくて、ちょっとこうリップガールのね、このディオールマキシマイザー、これはもうかなり長く使ってますね。で、あとはこれが私の大好きな香り、まあ、これもね、お友達がパリに行った時のお土産にいただいて、ルイ・ヴィトンのフレグランスが中に入ってるんですけど、結構これね、すごく上がるんです。こう差し替え、中を入れてこれをとってもいいんです。なんかね、これちょっと振りかけるだけでもね気分がとっても上がって、なんだろう、もうスペシャルなゴージャスな気分になりますよ、ね、でも顔もそんなにきつくなくって、とても使用しやすい顔になっています。
以上。私の化粧ポーチはこんな感じ。だから本当シンプルですよ。最小限で。あとはね、あ、これこれ。これはね、2021年の今年の手帳なんですけども、なんとなんと8月に1回新しくリニューアルしました。なんかずっと持ってた手帳がいろんなカバンの中に入れちゃうので、疲れた感満載だったので、私結構スケジュールとかを紙に手帳に書いて管理したいタイプなので結構ボロボロになっちゃうんですけど、今年も今8月なんですけど8、9、10、11、12、5ヶ月ありますけど、このままでいくか、いやもう一層やっぱり気分転換もしたかったので、新しいものをちょうど8月から使い始めたところです。こういうのもね、なんかね、自分からこうスケジュール管理とか手帳持っててやりたいこととかこういろいろ記入していく中で、こう疲れた手帳はなんとなく気分が上がらなかったりするじゃないですか。で、私はね、こうして、その年によりますけれども途中で買い替えちゃったりとかしたりしますね。あ、これまだね、8月だから在庫管理カード、高橋書店さんのですね、ピンクでとっても可愛い、なんかね、これだけでもちょっと気分転換できたりするので、あなたの手帳も疲れてる、あと5ヶ月頑張れるかって聞いてみて、無理っていうね、返事があったら買い替えてあげてください。これも一つちょっと気分転換ね、なんじゃないかなと思います。今日は私のカバンはこんな感じかな。あとどうしたらいいの、千秋さんが今年の下半期はこれをやるぞみたいな目標。いやもうね、もう一番達成したい目標はね、3キロ痩せたい、3キロ痩せたい。そういうことじゃない、3キロだけの、とりあえず下半期の目標、年内でしょ、もう3キロです。ここでね、なんか5キロとか10キロとか言うともうそれないよね。3キロ頑張って、でもそれは3キロも大変だよ。お酢の生活をしながらも少しずつ1日100とか200グラム行ったり来たり3キロ間に合わないよねそうなんです。でもね、来年のね、仕事の目標とかもね、少しこう書き出したりもしてますのでね、なんかもうそろそろ秋から、クリスマスにかけての計画とかもう一度見つめ直したりとかね、なんか今ちょうどいい時期じゃないかなと思います。あと今年のね、後半あと5ヶ月今年達成しようと思ってたことができてないことも私の中もいっぱいあるし、でまた念頭に立てたものと違う目標もね、加わったりとか変更になったりとかあるので、なんか一度どこかでね、振り返るというか、ちょっとそうだな、宴会で言うと中締めみたいな感じでそれいらないね、その例え、ちょっとしてみるのもいいんじゃないかと思います。はい、今日のコーデはですね、まずこのね、ちょっと娘にはね、幼稚園の雪会みたいっていうの言われるんですけど、これはトモ小泉さんのオリンピックでね、ミーシャさんが国歌斉唱してた時の少し素敵なドレスを作られてるデザイナーの方なんですけど、その方のこれ T シャツなんですけど、で今日はそのね、 T シャツ、このお花のようなこのポンポンがですね止まっている蝶々にイメージして、これはパピオンのプラチナのダイヤモンドのブローチしています。で、ブローチってね、意外とねオールシーズン楽しめるので、お気に入りが一つあればね、今日何か物足りないなとか、もう一つちょっと華やかにしたいなっていう時にはとても便利で、私はすごく思って何年ぐらい10年ぐらいも愛用してますね。あとはね、カペリングのロゼットとパピオンっていうダイヤモンドをついているリングを、これいつも私の定番のスタイルなんですけど、エンゲージリングの2本重ね付け、だから結婚するときに1本ね、婚約指輪でいただいて、またなんか10周年とかね、記念の時に何かを締める時にもう1本買い足していくとこう重ねて楽しむっていうことも、なんか大人ならではの贅沢な楽しみ方じゃないかなと思います。大体そんな感じかな。あ、先生だ、あとね、このボールペンはね、カフェリングで勤続10年経てばいただけるというボールペンで、
ングレージュの私もすごいお気に入りで、ここにちょっとカフェリングってロゴちょっと見えにくいんですけどね、これすごくもう自分の大切な、もう自分の命と同じぐらい大切に使っているゴールペンです。じゃあ最後に締めの言葉を、今日の締めは、締めを考えながら目の前にあるこのスイーツどれから食べようかとダブルに考えてしまいましたけれども、今これは関係ないので、やっぱりあの毎日の日常の中で少し自分がやっぱ新しいものに出会っていくっていう楽しみって、工夫すればもういろいろね、取り入れることできるので、今日の一押しはやっぱりあと5ヶ月しかないですけど、新たにちょっと手帳を変えるっていうこともすごくいいですし、あとはなんか自分の気分を上げたい時にお気に入りのねフレグランスを少し愛用していくとか、これだけでも出かける時にね、意外と最近もねマスクしてるからっていろんなことをみんなね省きがちなんですけど、でもマスクしてても香り楽しめるし、あのマスクしてるからこそ香りはなんか楽しめるものじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとしたことなんですけど、日常でたくさん新しい自分に出会える工夫を皆さんもどうぞ、してみてください。今日は以上です。